どうも、パパのジョージです。今日は10月31日、ハロウィンです。皆様はどのような一日を過ごされましたか？我が家のハロウィンは基本ママが主体となっていまして、パパに関しては渋々付き合うといった構図になっているんですけども、今年に関しては珍しくパパも積極的に参加しました。というのも、念願のあの衣装を着せたいという思いがありまして、ママの希望もいろいろあったのですけども、懇願して実現をしました。果たしてその衣装とは何なんでしょうか？だいたい見当ついてるかと思うんですけども、今回のハロウィンのテーマは、そう、魔女の宅急便です。キキのトレードマークの真っ赤なリボンに、毛糸のほうきに真っ黒のワンピース、父は猫耳に黒のトップスとズボン、そして猫の尻尾。実はパパ大のジブリ好きでして、特に魔女の宅急便が大好きです。何十回も見てるのに金曜ロードショーは欠かさず見ちゃうタイプですし、ショッピングモールのジブリショップは絶対寄っちゃうタイプですね。できたできた。まあ、そんなわけで、将来子供ができたらずっと着せたいなぁと思っていたわけです。実はパパ、血迷って魔女の宅急便のトンボになろうと思ったのですが、おっさんゆえにウォーリーになりそうだったので断念しました。そんなこんなで衣装の着替えもできてきました。いいじゃん。まあ、一つ心残りなのが、真っ赤なリボンをね、ジジの胸元につけてあげたかったんですけども、これどこ回っても売り切れで手に入りませんでした。ミオちゃんです。キキの衣装は西松屋と100均で寄せ集めて、安く仕上がってます。見てて。ミオちゃんは真っ黒はないよ。真っ黒になるの？うん。真っ黒みたいに。日に日におしゃべりが上達になっていまして、子どもの成長というのは本当に早いなと思うばかりです。いいね。何ですか？なったわ。魔女ですか？あれ？